はいどうもこんにちは、プロさんです。今日はですね、いつも僕が助走一人でやってるんですけど、にわかなすぎるので全然知識もないままただペチャペチャ塗ってやってるので、今日はですねしずしずさんにですね、今日はちょっと化粧をやってもらって、ちょっと今日教えてもらおうかなと思うので、いろはをね、なのでちょっと一からちょっとやってもらおうと思いますので、ではやってください。はい、もう始めていいの？うん、やってくれ。ちょっと前髪が邪魔だから。え、なんだこれ、マジ剥ぎ上がってんじゃねえか俺の。やべ、広いな意外に。嘘、広いな。やべ広、マジか。ごめん、冷たいかも、ちょっと乾燥してますね。うん、結構冬の時は粉吹くからね。あ、この感じでいいの化粧水って？ちょっとしっとりしてるのか触ってみて。あ、ちょっとしっとりしてるね、あ、乳液もつけるの？乳液もつける。で、本当はあの日焼け止めをつけた方が、もうこれから紫外線が増えるから、ちょっと触ってみて。すごいしっとりしてる。おー、しっとりしてる、うん、え、何 BB クリーム？ BB じゃない、化粧下地。何化粧下地って？あのファンデーションの下につけるやつ。あ、 BB クリームじゃないの？違う。え、BB クリームでもいいんでしょ？あ、BB でもいいけど、あの下地つけた方が仕上がりがね、綺麗。ちょっと大人っぽい感じにしようかな。あ、じゃあそれでお願いします、これファンデーションつけてんの？ファンデーション。開けてみて。うん、綺麗。おお。ちょっとパープルキラキラした感じ。はい、ちょっと涙袋描こうか。ああ、涙袋。え、これ俺描きたいんだけど、どうやって描くの涙袋？ちょっと目だけ上向いて。ちょっとね、わかりづらいね。描きにくいよ。痛いもん。痛い、ごめんね。何これ。目閉じてて。で、次アイラインですね。うん。アイラインの描き方とかポイントあんのこれ？やっぱり。まぶたをちょっと持ち上げながら。ね、大丈夫？持ち上げるね。持ち上げないと、目の際描けないから。結構謎っていう感じで描くんだ、すごいナチュラルだけど。今アイライン描いたの？描いた。あ、本当だ、すげえ。あ、すげえ、ちょっとギリギリ攻めていくね。うん、だったかな、これは。いくらぐらいですか、それ。いくらだったか忘れちゃった。だいぶ前に買ったからもうないかもしれない。色付きのグロス。ちょっと開けて。うわ、気持ち悪いな。すごい唇にピタって密着するから綺麗だよ。あんま綺麗とか言われたくないけど。なんかオカマバーに出勤する前の準備段階みたいな。すっげえな。これ石原さとみちゃんがね、宣伝してる。あ、やばいね。オーブチュールだから。やばいね、これマジで。なんだこれ。やべえ。あ、目はこんな感じね。あ、眉毛もこんな感じか。ちょっとマスカラつけたらもっといいんだけど、ちょっとないからね。チークはこんな感じで。結構ナチュラル。あ、ね、ナチュラルだね、すごい。だいぶ。茶色？うん、じゃあ茶色で
ちょっとかぶらせてくれ。このかぶるコツとかあんのこれやっぱり。まあ、特にないけど、しっかりとちょっときつくやり。ちょっと前の方に最初かぶってからこう上に。もう首こ殺す気じゃないだろうなマジで。いそういそう、なんかいそう。どう、ちょっと、うん、なんかカメラだとやっぱり見せて。あのね、後ろがねすごいことになってんの。何後ろって。後ろがここがね。どうよ。石原さとみっぽい。